皆さんこんにちは、えんみかです。ここか、すごい苦しいんだけど。今日は我が家に最近届いた新しい掃除機の紹介をしていきたいと思います。2004年に買ってたみたいで、とうとう壊れたんですよ。もうモーターが動かなくて。これこれこれなんですよ。またダイソン買っちゃった。実はね、1週間前に来てたんだけど、ずっと開封できなくて1週間掃除してないんです、我が家で。今日ね、急にお客さん来ることになって掃除機をかけます。なのでもうやむを得ず開封することになったので、このチャンスにぜひこの開封動画を撮りたいと思っています。前の掃除機もダイソンだったんですよ。これなんですけど、もうね、結構ねひどくて、ね、掃除機の先もね違うミラクルジェットっていうのをつけてて、そしてもうなんかここももうなんか怪しくなってたので、ここテープ貼ってあって、2004年からだから結構長いですよね。もう意外と長く16年間使ってたんですよね。とうとうね動かなくなったんですよ、ある日。1週間ぐらいのスイッチ入れて電気ついてるんですけど、すぐ止まっちゃうの。直ったりしてやってみるね。直っちゃった。新しい掃除機買ったのに直っちゃったら、直ってる。1週間かけてなかったら直っちゃったどうしよう、せっかく買ったのに。直ってる、まさか直ってると思ってなかった。これで掃除する？とりあえず。とりあえずこれで掃除してから開封します。ということで普通に掃除できちゃった感じどうしよう、買ったんだけどね。ということで止まらず普通に動いちゃったけど、いいよね、16年使ったから。普通に動いたよ。1週間掃除してないからすごいほこり。まあでもせっかくだから返品するわけにもいかないし、だけどね、新しいのにしよう。この際だから、まあ治ってると思わなくて、そのことは家族と内緒にしておく。本当に動かなかったんですよ、本当に。スイッチ入れてもブオーンブオーンって言って終わってた。ということで動きましたけど、新しい掃除機買いました。開けます。皆さん、なんだっけ、スマートな充電式の掃除機をね、買われてる使ってるお家も多いと思うんですけど、うちに至ってはこのキャネスター掃除機を未だに使いたいという気持ちがあります。ダイソンボールタービンヘッドプラスって書いてある。楽天のリビーツだったかな、楽天のダイソンのページから買ったんですよ。
3万円ぐらいだった。本当は1万円ぐらいのケニスター掃除機でいいって言われたんだけど、と思って。子供が生まれた時に実家で7万円の掃除機が、東芝の掃除機を使ってたんです。7万円だったんだけど、開けちゃった。7万円だったんだけど、その時ビッグカメラがなんか100人に1人無料にするっていうのがあって、私お腹に赤ちゃんがいて、そしたらなんと100人に当たって7万円の掃除機が無料になったことがあるんですね。でその時に使ってた掃除機、実家で使ってる掃除機が、まあ、ものすごい吸い込みが良くて、やっぱ7万するといいんだなってすごく思ったんですよ。それとともに1万円くらいの掃除機も買ったんですよ、実家で。で比べてみたら全然吸い込みが違って、やっぱり値段はそうするのかなって思ってるんですね、私の中では。同じダイソンシリーズの、その中でもちょっと今セール品だったもの、3万円のダイソンボールタービンヘッドプラスっていうのを買ってみました。これでもね、まだ未だに吸い込みしてるしさ、ゴミも結構溜まってんの、ね、ということで開けます。オンラインでの登録商品と製品登録をおすすめします。そうそう、2年間のメーカー保証があるの。そう、前も登録してあったんですよ。なのでいろいろこのモーターの音とかを聞いて判断してくれたりもしたことがあったんですね。重要、フィルターは定期的に洗浄する必要があります。少なくとも年に1回フィルターを冷水で洗浄してくださいって。私ってこの掃除機、実はそのフィルターあったこと知らなくて、この間壊れて初めてフィルター掃除したんですよ。16年やってなかったの、驚き。それが原因かな。じゃん、こんなにいっぱいついててもさ、使えんの、使い切れるかどうか全く不安。これうわ、でも小さくなったね。 かわいい感じする。見えますよ、これカタツムリみたい。こんな、これで歩くので、すぐ外れるようになったみたい。これで組み立ててみるね。1番、このクリーナーヘッドを伸縮のパイプの先につけます。どれ、これ、こっち、これかな。手元のスイッチ、これ、クリーナーヘッド、これ、これで切るとかオンとかできるんだ。で、マックスラインまでゴミがたまる前にゴミを捨ててください。ここまでしかゴミ食べちゃいけない。私あの掃除機結構この辺まで溜めてたことあります。ここにもマックスライン書いてあった。これは伸縮式パイプ、これ布団ツールっていうんだって。
で、これは何これ。これがカーボンファイバーソフトブラシツール、キメの細かいカーボンファイバーブラシを搭載しています。使い方がよくわかんない。で、これがカーボンファイバータービンヘッドでしょ。これはリーチアンダーツール。これ、これどうやって使うの。これにつなげるのか。この先につけるの。どういうこと。壊しそう。こうやって掃除するのかな。こういう隙間とか、こういうとか、こういうとこに曲がるから。カーボンファイバーブラシ、ね、こうやってつける。どんな音がするんだろう。今までと変わらないかな。弱いがあるんだ。音静かになったんじゃない。だって前こんな音だった。っていう感じ。これちょっとなんか危険じゃない。この薄い感じの割れそう。バキって雑に扱うと、ここもこれなんか電源が見えるし、何これ外れた。外れた。これ外すんだ。これを洗うんだ。水道の蛇口のお湯、洗剤は使用しない、お水で洗うようにって書いてある。完全に乾燥させて水気を切ったフィルター、最低20時間は風通しのいいところで放置しておく。この透明なケースをクリアタービンというんだけど、あ、こうやって外すってこと。ではまた、バイバーイ。ちゃんと掃除します。掃除機かけたんだけど、やばい、この吸引力すごい。やっぱ新しい掃除機にはかなわないね。いやー、やっぱり新しい掃除機に変える。あ、動いたけど。やっぱりさ、14年の年月はさ違うね。もう君は使命が終わった。お世話になりました。